皆さん、こんにちは。おかわりありませんか？今年は猛烈な暑さで、クーラーを離せない日々が続きました。やっと秋日和の穏やかな日に喜びを感じています。コロナやインフルエンザ、プール熱などの感染症も気が抜けない時期ではありますが、今しばらくは色鮮やかな秋の装いを楽しみたいものです。朝晩と日中の寒暖差には十分注意して、風邪などひかれませんようお過ごしくださいませ。それでは、今月も声の広報時川をお届けします。この声の広報時川は、時川町社会福祉協議会のご協力を得て、私たち朗読ボランティア時川が制作したものです。また、朗読ボランティア時川では、このほか、目の不自由な方、視覚障害者や高齢者の皆様を対象に、希望される本を朗読する対面朗読を行うこともあります。お申し込み、お問い合わせは、時川町社会福祉協議会までお願いします。広報時川2023年11月号ナンバー212。今月の担当者は牛久、岡野、川端、馬場、小野田、富樫、山下。録音編集は畑です。表紙の写真の説明をします。玉川保育園で行われた実りの秋の食事会、園自慢の給食を園児と町長、議員の皆さんと一緒にいただきました。美味しい表情見つけたと、お箸を持つ食事中の可愛い笑顔の園児の写真が掲載されています。写真の説明を終わります。2ページ。食は体を作る。城西大学通信。第45回。身近な魚、鮭を見直してみよう。城西大学薬学部、医療栄養学科、管理栄養士養成課程、助手、深谷睦美、管理栄養士。旬の食べ物と言われると何を思い浮かべますか？今回は、今、秋から冬が旬の魚、鮭についてお話しします。鮭は川で生まれ、海で数年を過ごし、産卵のため生まれた川へと戻ってくる魚です。日本で最も消費されている人気の魚でもあります。鮭を英語にすると、サーモンですが、日本語、英語の違いのみではありません。鮭は加熱して食べる魚、サーモンは養殖されたもので、生でも食べられる魚として使い分けられています。サーモンやマスも、講義では鮭です。鮭の仲間は育つ場所や外見的特徴により、名前や呼び方が変わる面白い魚です。例えば、サクラマスは海におり、大きく育つものを指し、一方で、川に残った小さなものをヤマメと呼びます。私たちにとって最も身近な魚でありながら、意外と奥が深い鮭ですが、栄養学的にはどうなのでしょうか。鮭は赤身魚と思われがちですが、実は白身魚です。鮭を赤くしている正体は、アスタキサンチンという天然色素で、強い抗酸化作用があり、動脈硬化の予防に良いとされる成分です。もともとは身の白い鮭ですが、海で育つ間にアスタキサンチンを含む甲殻類、網などを餌とするため、徐々に身が赤くなっていきます。今の時期の鮭は産卵に備え、体内にアスタキサンチンをより多く蓄えています。他にも良質な油であるDHA や EPA、ビタミン類も含んでいます。鮭の皮や頭にはコラーゲンもたっぷりあり、栄養学的にも優秀な魚です。
酒の卵、筋子やイクラも、これらの優れた成分を豊富に含んでいます。ただし、塩分やコレステロールも多いので、食べ過ぎには注意しましょう。フレークや水煮缶などの加工品の利用も健康増進に有用ですが、今が旬の生酒や筋子を見かけた際は、ぜひ手に取ってみてください。問い合わせ、保健センター、電話 65-1010。3ページ、11月の広報カレンダーを読みます。重なるところは省きます。各施設の休館日をお知らせします。3日、金曜、文化の日、時川公民館、玉川公民館、文化センター、アスピア玉川。6日、月曜、時川公民館、玉川公民館、文化センター、アスピア玉川。13日、月曜、文化センター、アスピア玉川。生き生き活動センター。20日、月曜、文化センター、アスピア玉川。23日、木曜、勤労感謝の日、時川公民館、玉川公民館、文化センター、アスピア玉川。27日月曜、文化センター、アスピア玉川、体育センター、せせらぎホール。30日木曜、町立図書館。なお、24日金曜は、広報12月号の発行日です。広報カレンダーを終わります。今月の納税、国民健康保険税第5期、後期高齢者保険料第5期、介護保険料第5期、納付期限は11月30日木曜です。目次、4ページから特集。10ページから町より頼り。17ページグラフ時川。18ページからインフォメーション暮らしの情報。ここまでの担当は牛久でした。特集1、時川町の子育て応援虎の巻。食と教育で選ばれる町である時川町では、安心して子育てをしてもらうために様々な施策をしています。実は時川町独自の施策はたくさんあります。ぜひご利用ください。問い合わせ、保健センター電話 65-1010、福祉課 65-0813、社会福祉協議会 65-1536、教育総務課 65-1537。 子育てに関わる妊娠前から中学以降までの町で行われている助成金、支援、施設、相談についてそれぞれの内容を読みます。 1. 妊娠前、助成金、不妊治療費の助成、町独自、不妊治療等の自己負担金について、10万円を限度に年度2回まで5年間助成します。早期不妊検査費、不育症検査費の助成、夫婦が受けた不妊または不育症のための検査費用に対して、2万円を限度に1回助成します。35歳未満の方は上限3万円。2、妊娠中。助成金、多胎妊婦健康審査費の助成、町独自。通常の妊婦健康審査費に加えて、最大5回分、計19回分の費用の一部を、1回5000円まで助成します。ここまでの問い合わせは保健センターです。出産子育て応援給付金、
出産応援給付金、妊婦1人につき5万円、子育て応援給付金、対象児童1人につき5万円、計10万円を支給します。問い合わせは福祉課です。大人の風疹予防接種費用の助成、妊娠を希望する女性、妊婦は配偶者に予防接種費用の2分の1、5000円までを助成します。支援、ハッピーマタニティ教室、妊娠中の注意点やお産の話、妊婦体験、沐浴演習をします。妊婦の歯科検診、町独自。妊娠中は虫歯や歯周病のリスクが高まります。年3回の良い歯の教室で妊婦歯科検診を受けられます。支援相談、妊娠中の相談、妊婦訪問。すべての妊婦さんにご連絡しお話をお聞きします。訪問も可能。相談日もあります。施設相談、子育て世代包括支援センター、妊娠、出産、子育て期を安心して過ごせるようサポートする専門職による相談窓口です。ここまでの問い合わせは保健センターです。3、誕生・終焉前・園児、支援、よちよち広場、町独自。3ヶ月から1歳6ヶ月くらいまでの子供との触れ合い遊び、お母さん同士の交流の場です。新生児、産婦訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、養育支援訪問、子供が生まれたすべての家庭を訪問します。乳幼児健康審査、4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月、2歳6ヶ月、3歳児検診を実施します。子育てサロン、愛育班事業、町独自。季節に応じた遊びを年5回実施します。良い歯の教室、町独自。歯科検診とフッ素塗布を7月、12月、3月に行います。ここまでの問い合わせは保健センターです。ランチタイム、町独自、支援センター利用者を対象に、毎週木曜日、お弁当を持ってきてみんなで食べましょう。第3木曜日は、申し込み制、有料で給食が食べられます。問い合わせ、玉川保育園、電話 65-5201。子育て応援切符、パパママリフレッシュ切符、町独自。4ヶ月から就学前の未就園児の子供1人につき、1年間で36時間まで無料保育を利用できます。問い合わせは福祉課です。パパママホットカフェ、親同士や保育士とゆっくりお話ししましょう。支援センターや保育園利用者を対象に、第3以外の毎週水曜日に開催します。問い合わせは玉川保育園です。トトロの会、未就園児親子を対象に遊びの広場を月に1回開催します。問い合わせ、平保育園、電話 67-0446。助成金、出産祝い金、町独自。子供が生まれたご家庭に祝い金を支給します。支給要件があります。第1子5万円、第2子7万円、第3子以降10万円、問い合わせ福祉課です。1ヶ月時健康審査費助成、町独自、病院などで実施する1ヶ月時健康審査にかかった費用の助成を5000円までします。相談、乳幼児相談、月1回身体計測、育児相談などができます。奇数月は助産師による相談、
偶数月は保育士による遊びの広場を行っています。乳幼児発達相談、町独自、子供の発育発達の心配事について、医師、理学療法士、保健師に相談できます。ここまでの問い合わせは保健センターです。施設、地域子育て支援センター、保育士が子育ての相談に乗ったり、親子のお友達作りのお手伝いをしたりします。問い合わせ、多摩川子育て支援センター、多摩川保育園内、子育て支援センター、時川、花園保育園内、平保育園園庭開放、土日祝日に平保育園の園庭を開放しています。遊具などを自由に利用可能です。問い合わせ、平保育園。生き生き活動センター。赤ちゃんの駅として授乳室やおむつ交換台を設置しています。沐育コーナーもあります。問い合わせ、家族相談支援センター。電話 66-0222。4、子供全般、助成金。子供医療費の助成。町独自、子供18歳到達日以後の最初の3月31日までの医療費などを支給します。自己負担分が支払い不要になります。児童手当、子供中学校卒業までの年齢や所得により、月額最大1万5千円を支給します。一人親家庭の医療費の支給、一人親家庭の親の医療費の自己負担分を支給します。ただ、所得制限があります。施設、子育て支援住宅、町独自、10歳未満の子の子育て世帯向けに、大字西平地内に住宅を3棟ご用意しています。抽選です。なお、令和5年10月現在、空きはありません。支援、ファミリーサポートセンター、育児の援助を受けたい方、利用会員と、援助したい方、サポート会員が助け合う会員組織です。保育園や小学校への送迎や前後の預かり、仕事等により子供の世話ができない時の預かり、保護者の体調不良などの緊急的な預かり、子供が風邪などで保育園や小学校へ行けない時の預かり、病児・病後児預かりなど、援助が必要な利用会員にサポート会員を紹介します。利用時間5時から22時、料金1時間500円から800円。ここまでの問い合わせは福祉課です。チャイルドシートリサイクル、町独自、使用されなくなったチャイルドシートを提供・寄付していただき、それをクリーニングして必要な方に無償譲渡します。問い合わせは社会福祉協議会です。5、小学生・中学生支援、スタディオンサタデー、土曜日の学習会開催、町独自、小学1年から3年生児童を対象に、年間10回程度、すべて土曜日の午前中、学年ごとの問題集を中心とした学習会を行っています。英語村の開催、町独自、小学4年から6年生を対象に、町内の小学校を会場にして、英語で様々な活動を行っています。主に11月の土曜日の午前中に開催しています。各種検定受験の助成、町独自、漢字検定小学4年、日本語検定小学4年から6年、英語検定中学1年を通学している町立小中学校内で全額公費負担により受験できます。受験希望の級も選択することができます。多子世帯への学校給食費の助成、町独自、
町立小中学校に同時に3人以上在籍する児童生徒の第3子以降の学校給食費実費を助成します。特別支援教育への就学奨励、小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒に学用品費等の補助をします。就学援助、小中学校に就学するお子さんの学用品の購入や給食費の支払いなど、経済的にお困りのご家庭に就学費用の一部を援助します。同一生計世帯全員の所得などをもとに対象者を判断します。ここまでの問い合わせは教育総務課です。相談、教育相談、児童、生徒、保護者を対象に、町の教育相談員が、不登校、いじめ、就学問題などの相談を受けます。問い合わせ、家族相談支援センター。助成金15の春支援金、町独自、中学校卒業時に1人当たり5万円を支給します。6、中学以降、関口茂八王奨学金、町独自。経済上の理由により、就学が困難な方に、奨学金を貸与します。町内に就職、県内の社会福祉施設等に就職すると、返還金が最大半額免除になります。ここまでの問い合わせは、教育総務課です。時川町って、結構いいかも。特集2、超自由、義が楽しいのスローガンのもと、第18回、時川町民体育祭が行われました。動員なし、順位なし、やりたい種目だけ参加してよし、美味しい出店あり、老若男女誰でも楽しめる。スポーツ体験イベント、こんな体育祭他にはない。準備体操、ウォーキング講習、グラウンドゴルフ、モルック、健康測定、輪投げ、ストラックアウト、ジュース缶ボーリング、綱引き、未就学児宝探し、リレー、飲食など、新しい種目も含め自由な体育祭となりました。それぞれの種目に参加する人々の写真が20枚ほど載っています。スポーツ表彰受賞者紹介、継承略、伝達表彰、林茂樹、時川町スポーツ協会、埼玉県スポーツ賞功労賞、市川武、時川町スポーツ協会、比企郡スポーツ協会功労賞、特別優秀選手賞、森田和弘、埼玉滑川総遊会、ビッシー2023グローバルゲームズ1万メートル第3位、5000メートル第3位。優秀選手賞、白井遥香、学校法人里江学園、埼玉栄高等学校、令和5年度全国高等学校総合体育大会、水泳競技大会、女子 4×100 メートルフリーリレー第3位。渡辺紀子、埼玉桜動員県友会、第17回全国中学生少林寺拳法大会 in 新潟、女子単独演武の部出場。山岸瀬良、時川町空手道部、第63回空手道指導会全国選手権大会、中学2年生女子型の部出場。荒川七海、時川町空手道部、第63回空手道指導会全国選手権大会、小学6年生女子型の部、ベスト8。戸口芽衣、時川町空手道部、第63回空手道指導会全国選手権大会、小学6年生女子型の部出場。坂本日和、時川町空手道部、
第63回空手道指導会全国選手権大会小学5年生女子型の部出場。大須賀紫音、埼玉県立小川高等学校、令和5年度関東高等学校陸上競技大会北関東男子円盤投げ出場。立石千織、埼玉県立坂戸西高等学校、令和5年度関東高等学校陸上競技大会北関東女子ハンマー投げ出場。北関東女子円盤投げ出場。堀内美希、埼玉県立坂戸西高等学校、令和5年度関東高等学校陸上競技大会北関東女子槍投げ出場。堀内康生、時川町立玉川中学校、北関東ジュニア大会2023、共通男子砲丸投げ出場。ここまでの担当は岡野でした。